そうだな。やっぱり元気ない。俺はいつだって元気がないんだ。そんなことないと思うけど。ナイキ、今日も部活か？今日はお休み。お、珍しいな。だから一緒に帰ろうよ。今日も用事？ナイキ、悪いんだけどちょっと付き合ってもらえるか？商店街？そうだな、少しだけは商店街だ。よくわからないけど。どうしても人手が必要なんだ。うん、私は構わないけど、二人で大丈夫なの？できれば人数は大いに越したことはない。だったら。実は探してほしいものがあるんだ。ここにあるの？あ、それで私たちは何を探せばいいの？小さな瓶だ。中に人形が入ってる。この場所のどこかに埋まっているんだ。埋まってるの？多分どれかの木の根元だと思う。どれかって木が何本あると思ってるんだ？それは絶対にどこかにあるの？間違いない。わかったわ。やれるだけやってみる。ふう、仕方ないな。私はこっちから探すから、北川くん反対側お願い。オッケー。ありがとう。大切なものなんでしょ？あなたの表情を見ていたらわかるわよ。どうせ暇だったしな。私たちも。そうだな。こっちにもなかったぞ。こっちも同じ。私眠い。どうして見つからないんだ。もう一度探してみようよ。そうね、見落としがあったって可能性もあるわね。なあ相沢、本当にあるのか？あるはずなんだ。誰かが掘り起こしたって可能性は？それはありえるけど。でもまだある可能性も残ってるのよね。だったら探しましょうか。そうだな、話をしてても見つかるわけないもんな。ファイトだよ。ありがとう。おい、これじゃないのか？ほら、一応瓶に入ってるし。でも、ひどいわね。これでいいの？はあ、間違いない。私が直そうか？できるのか？うん、ほとんど作り直しってことになると思うけど。だったら頼む。うん、頼まれたよ。じゃあ私はそろそろ帰るね。俺も帰るぞ。本当にありがとうな、二人とも。いつかこの埋め合わせはしてもらうけど。
そうだな、約束する。じゃあね。またね、香織。じゃ、俺も帰る。あ、またな。俺たちも帰るか。きっと怒ってるだろうな。遅刻ってことになるのかな。それなら明日の朝は学校で待ってるよ。渡さないと。喋るな。今病院に連れて行ってやるから。痛いよ、僕。
分かったから、だから喋るな。落ちちゃったよ。僕、木登り得意だったのに。でもね、今は全然痛くないよ。僕、どうなるのかな。痛くないんだったら絶対に大丈夫だ。連れて行ってやるから。だから動かなくたっていいから。でも動けないと遊べないね。リーチ君、また僕と遊んでくれる？じゃない、間違いなくプレゼントだ。あ、そうなんだ。誰のプレゼント？別に誰のってわけでもないけど。でももしよかったらお前にやる。え、僕がもらっていいの？本当に？どうせ女物だから俺が持ってても仕方ないしな。本当に本当に僕がもらってもいいんだよね。いらないのなら捨てる。全然いらなくないよ。すっごく嬉しいよ。だったらおとなしく受け取れ。ねえ、開けてもいいの？お前にあげたんだから好きにしてくれ。これってカチューシャだよね。まあな。ありがとう、ゆういちくん。
これでも高かったんだからな。うん、そうだよね。後で返せって言われても返さないからね。俺だって返すって言われても受け取らないからな。そうだ、今度雄一くんに会うときはこれつけていくね。あ、約束だぞ。うん、約束。